ヘルムート・マルコは、レッドブル・レーシングの状況に対する心配を強く抱いている。特に、最初のレースの後、優勝者である、マックス・フェルスタッペンがチームを離れるという噂が広まり、これがパドックを騒がせている。クリスチャン・ホーナーとの問題は、ほぼ解決したものの、匿名メールのロウェイが、再び事態を混乱させている。フェルスタッペンは、以前は、チーム代表との関係が良好だったが、告発後に、焦点が、 シーズン中のパフォーマンスに移った。ホーナーとの対立が表面化し、フェルスタッペンが彼を支持しないことで、チーム内に問題が生じているように見える。さらに混乱を招いているのは、ヨス・フェルスタッペンがトト・ボルフと一緒に目撃されたという報道だ。これにより、マックス・フェルスタッペンの行動に疑問が投げかけられている。この状況に関連して、オート、モーター、UND、スポートによる報道によれば、ヘルムートマルコは、 ーーーナナとのの契約が、チームのダイナミクスを混乱させ、マックス・フェルスタッペンとエイドリアン・ニューウェイが去る可能性に懸念を抱いているとされている。一方で、ホーナーは彼らなしでもチームが進んでいけると主張している。さらに、マルコの別の懸念は、この問題が、フェルスタッペンとニューウェイの離脱だけでなく、レッドブルとフォードの将来のパートナーシップにも影響を与える可能性があることだ。フォードが、契約に離脱条項を有していると伝えられ、 この状況が将来の取引にどのように影響するかは不透明だ。関係者の判断が鍵を握るだろう。コメント、フェルスタッペンとニューウェイがチームを去る可能性があるというものです。さらに、ホーナーは、彼らなしでもやっていけると言った。本当かなニューウェイは、可能性があるように思います。コストの問題もありますから。フェルスタッペンは、まだないでしょうと思っています。 コーナーが、彼らなしの件は、直接聞きたいものです。ただ、フォードの件は、問題を引き起こす可能性はあると思います。